人間っていうんですか。いや、そんなことじゃない。人格っていうんですか。僕はこうなんですよ。ガング系 YouTuber になりきって。なんでガング系 YouTuber になりきんなきゃいけないの。おもちゃ大好きマータンチャンネルへようこそ。渡していけたらなと思いますので、はい、井上さん、はい、今回ですね、この作品ではロゴがいくつか出てくることになりました。はい、ちょっといくつかロゴを井上さんに考えてほしいということを当てまして、なぜ僕なんだ高橋さんはお客様も喜ぶかなと思いまして。何ですかその段ボールは。マークやロゴいろいろ書いてありますので、こちらをもとにデザインをしていただければと思うんですが。ネオデラックスネオディケイドライパー、よく手に入りましたね。これ結構高いんですよ今。 GG チャンネルでレビューなどの視聴者率が上がってると思うんですけれども、確か開封後ですね、うん、ガング系 YouTuber になりきって。え、なんでガング系 YouTuber になりきんなきゃいけないの。普段ちょっと井上さんが落ち着いたような雰囲気でちょっとチャンネルに出てるので、うん、もっとはっちゃけた井上さんが見たいなと思いまして。人間否定ですか。いや、そんなことじゃない。人格否定ですか。それはしてない。僕はこうなんですよしてないです。このまんまの僕じゃダメですか。新しい井上さんを見たいです。いや、僕はこのままがいいです。新しい井上さんも変なキャラクターをつけないでください。視聴者の皆さんは分かっちゃうんですよ。伝わっちゃうんですよ。なんか、あ、井上正宏ガング系 YouTuber が数字取れるからってそっちの方になびいたなとか言われ思われちゃうんですよ。それを見たいと思ってる人多分一人もいないんじゃない。なんならこの動画仮に伸びたらもう1週間ガング系 YouTuber やりますよ。あ、言いましたね。仮にだよ。確かにディケイドライバーにはロゴたくさん入ってるけど、はい、今さらディケイドライバーじゃないか。開封なので、せっかくなのでそこをどうにか。ブランド系 YouTuber にない限りこれ進まないんでしょこれ。そうです。はい、どうもおもちゃ大好きマータンチャンネルへようこそ。はい、今回紹介するのはこの変身ベルトデラックスネオディケイドライバーです。はい、これですね、あの10周年記念作品の仮面ライダーのあの主役のベルトですね。はい、じゃあこちら早速開けてみたいと思います。あ、すごいですね。まず箱を開けてもこんな素敵なシースルーな紙がありますね。高そうですね。はい、こちらですね、仮面ライド平成ライダーに変身デラックスネオディケイドライバーということで、こちらですね、今ね某転売サイトでかなり値段が上がってるみたいなんで、皆さん転売しちゃダメだぞ、ちゃんと自分用に取っとくんだぞ。はい、ということで開けていきたいと思います。さて、開けました。あのカードたくさん入ってますね。ディケイドのカードとそして変身ベルトがたくさん、まあ、部位ごとに分かれてますね。まあ、ミスジ、肩三角、肩ロース、シャトーブリアンみたいな感じですね。はい、じゃあバラしていきますよ。まずこちら見ていきましょうね。ディケイドのカードですね。はい、見てください。だいたい40枚50枚ぐらいですか。これ遊戯王だとこんぐらいのサイズでしたね。はい、ということでじゃあ最初から見ていきましょう。あ、紙質はですね、あ、すごく水弾きそうないい感じですね。あの高そうですね。ちゃんと加工されてますね。はい、ドラマ中もこんな感じの、ま、カードでした。てかむしろドラマ中よりもクオリティ上がってんじゃないかなっていう感じですね。不評だったこれですね。ファンの方たちをすべてね、激怒させたというね、クーガをこき使う、クーガゴーラム、アギとこき使う、乗り心地めちゃくちゃ良かったんで、もこれだけは全然良かったです。龍騎もあの、ドラゴンにしちゃって、ファイズも武器にしちゃう、ブレイドなんかもうあの、ドンキですね、こんなの。はい。で、響きで、太鼓になって、僕あの、響きにどんどん叩きまくりますからね、本当に。で、兜はなぜか、介護官。うん、兜ゼクターになる介護官ですね。で、電話は桃太郎になるとかね、わけわかんないですね。すごい設定ですよね。
やっぱりディケイドの脚本考えた方はすごいんですね。さぞかしい頭なんか宇宙だったんでしょう。で、キバもね、これキバーロ、これ僕一番好きですね。これすごいかっこよかったです、現場で。だけどこれですね、持つの大変そうでした。そしてディケイドはなぜかベルトになるというね、これ仮面ライダー J の方に、まあ装着されて、で、でかいディケイドになるというね、感じですね。素晴らしいですね。うわぁ、これですね。黒光りしてますね。いい感じに黒光りしてます。あ、上下逆でした。はい。で、ここですね。ボタンがありますね。このボタンですね。僕最初の方、なんかこのボタンを押せば強くなるのかなと思ってました。こんな感じのボタンなのかなと思ってたんですけれども、何にもありませんでした。これボタンですらなかったですね。丸丸丸丸丸丸。一個くらい×あってもいいんじゃないかなと思います。そしてここには DKE どの文字。これ10周年記念作品なんで、まあ、ちゃんとね、10年の意味を込めて DKE どというね、ここに文字が書いてあるのかっこいいですね。現場でもこんな感じのベルトでね、すごく近かったんじゃないかなと思いますね。本人に聞いてみましたところ、現場でのベルトはやはりちょっとね、違ったというふうに言ってました。はい、僕、玩具系 YouTuber のマータンなんで、角谷司にちょっと会ってみたら、ちょっと違うって言ってましたね。どこが違うかって言うと、やっぱここですね。このマゼンタの部分ですね。ピンクの部分かもしれません。本人に怒られるんでやめときます。まあ、劇中のやつは、まあ、旧ベルトを精巧に、マゼンタに、染色されてたんで、それを玩具化したという形なので、まあ、最初から玩具があったわけじゃなかったんだと思います。本人がそんな感じのことを言ってました。さて、見ていきましょうか。ここの機構とかもマジでクオリティ高いですね。ここの機構とかね、ガチャっていうのは、通称現場でガチャンって言うらしいんですけど、これがね、後ろからこうヒューってきてガチャンってなるの、これ通称ガチャンなんですけどね。このガチャンっていう、ベルトの巻き方もできるということでね、劇中の再現ができるということで素晴らしいですね。これはですね、電池を入れれば、音が聞こえるみたいですね。でもちょっとめんどくさいんで、電池入れるのやめましょうかね。イメージでいきましょう。イメージで。ね。こうやって入れます。カード入れます。ほら。で、ここからちゃんとね、ライダークレストがね、こう見えるわけですよ。で、ここで、仮面ライドと、なってます。で、これでキュイーン、キュイーン、キュイーンで、ここで、はい、ほら、こうガッチャンと、こうやって変身するわけですね。20年分の仮面ライダークレスト、ライダークレストがありますね。すごいですね。これ細かいですね。20年分、このね、円を描いたように入るなんてすごいですね。もうギリですね、これ。はい。30年になったら、多分、このロゴちっちゃくなるんじゃないかなと思います。30年分はね、こうね、入んなくなるんでね。かなりいい出来なんじゃないかなと思います。皆さんもよかったら、買ってみてください。まあ、在庫ないですけれどもね。はい。ということで、今日レビューさせていただいたのは、デラックス、ネオディケイドライバーでした。こちらですね。はい、こちらです。すごく箱もね、綺麗なんで、皆さん箱もね、これ取っといてくださいね。ちゃんと。かわいい箱なんで。はい。以上、玩具系 YouTuber、マータンでした。玩具系 YouTuber の方は、おもちゃの良さをレビューして、視聴者の方にお届けしてるプロの方たちなんですよ。本当は、このおもちゃ、すごくいいおもちゃだと思うんで、ちゃんと玩具系 YouTuber の方のチャンネル見てください。僕がレビューしちゃダメなんですよ、僕は。じゃあ、ね。ロゴを考えましょう。最初からそれでいいじゃん。なんでこれ挟んだ、これ。ピンクのヒーローをイメージして。いい感じ。これね、結構売れるロゴだと思う。見たことあるブランドですよね。なんで？ダメ？ちょっとそれが近い。ダメ？ダメ？これ売れると思ったんだけどな。もう売れてますね。ピカソって知ってます？ピカソと言ったらなんか変な絵っていう感じのイメージあるかもしれないんですけども、違うんですよ。ピカソはたくさんの数ある作品を生み出した人なんですよ。だから作品を出品してる点数がゴッホとかモネとかと比べて圧倒的に多いんですよね。そのピカソが言ってたことは、あの人は他の既存の絵、既存のデザインを自分のものにして生み出す。ちょっと変えて。だからデザインが無限にひらめく人だったんですよ。そんな中で僕がそのピカソに習って、はい、これでどうですか？ちょっと待ってください。それ
ロゴロゴ。逆さにしてる。全然ロゴ、全然逆さにしてない。逆さにしたらあれ、ちょっと3つありますよ。いやいや。いやいやもう。逆さにしてるでしょ、まず。で、3つあるじゃん。3つありますけど。いやいや、これ見て、ナイキって思う人はいないでしょ。あ、言っちゃった。え、いいじゃん、別に。これ全然ロゴでしょ、これは。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。